私は光を握っている。おばあちゃんの大好きな詩。茶色く透けて、これからここでお世話になるもの。え、いたんですか隠し子。古い知り合いの娘だよ。どうなさいましたか。何でもさせてもらえるとか思わないでください。美桜ちゃんはさ、話せないんじゃなくて話さないんだよ。そうすることで自分を守ってるんだよ。餃子最高です。ご飯行こう。ちゃんと生きてますか。犯罪ですよ。ここなくなるんだよ。形のあるものはいつかは姿を消してしまうけれど、言葉だけはずっと残る。ちゃんとしなさい。最後までやりきりましょう。どう終わるかって多分大事だから。私は光を握っている。